友達と魔法のボケの世界 Cry babies Happy flowers 綿菓子の森の香水全編。うん、この香水大好き。これを作ったベイビーたちに会いたい。ごめんねルール、これはあと一滴しかないの。きっとひどいことが起きたのよ。すごい叫び声だったもん。ルールがあの香水の最後の一滴を使ったの。大変だったね。でも大丈夫、大したことじゃないわ。ええ、ちょっぴり大げさだったかも。でも本当にいい香りなの。香水はオンラインでも注文できるよ。お家まで届けてくれるし。もう注文したよ、すぐ届くはず。来た、きっと私の香水よ。僕のだよ。私のだ。わーい、私の。嘘、ねえ、私の香水は、私も注文したのに、どうして届かないの。忘れられちゃった。どうしてか調べるには綿菓子の森へ行くしかないわ。でもあの森はすごく遠いよ。綿菓子の森、はあ、どうやって行くの。私も連れて行って。お願いお願いお願い。ああ、もう分かったってば。私があの森へ連れて行ってあげる。でもものすごく遠いのよ。ちゃんと歩ける？任せて。さあ、着いたわよ。すごくいい香りがする。なんて素敵なの。木もお花も全部すごくいい香り。はあ、お客様が来たわ。あなたは誰？私エヴァ。会いに来てくれたの？ここに住んでるの？どこから来たの？あの香水を作ったの？頭についてるの何？落ち着いてエヴァ、そっちはレディとルールーよ。私はドリーミー、この子はリム。こんにちは、よろしく。あなたの香水大好き。ここは最高よ。綿菓子の森はとっても素敵なところね。来てくれて嬉しいわ。一緒に行こう。他のみんなも絶対喜ぶ。ねえ、お客様が来たよ。レディとドリーミー、ペットのルールとリムよ。はい、私はミラ。はじめまして。素敵なお家ね。音質も立派だし、それに全部とってもいい香り。あの、レディは香水が大好きなの。どうやって香水を作ってるの？私の香水は？あー、簡単よ。助けて、ブレーキが効かない。もう、いつもこうなんだから。こっちに向かってくるよ。もう慣れちゃったわ。ローズ、大丈夫？私なら大丈夫。荷物は無事よ、安心してローズ。本当、あ、私を止められない。フラワーズマジックティアーズ。わー、ローズは香水名人。こうやって香水を作ってるんだよ。 Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discoverSun. Creating perfumes is so much fun. 野生のバラにちょっぴり虹の綿菓子を加えて、ジャスミンとバニラを合わせたのよ。わあ、フラワーズが作り出す香りが香水の元になってるんだ。一滴でずっといい香りが続く。だから組み合わせが大事なの。見て、春の野の花の香水を作りましょう。これで何本もできるのよ。すごい、私も手伝う。ルール、うん、ごめんね、うちの香水がなくなったせいよ。注文したのに届かなかった。それソフィアの仕事なんだけど、今日は調子が悪いみたい。これも違う、全部間違ってる。ソフィア、お客様が来たよ。はい、散らかっててごめん。いつもはこうじゃないの。いつもちゃんと整理してるのよ。でも今日はどの香水を誰に届けるかわからなくなっちゃった。あれれ、こんなこと初めて。注文がたくさん入ってるのに。あ、きっと解決する方法が見つかるわ。もちろんよ、いいこと思いついた。一緒に問題を解決しよう。次回も絶対見てね。
がなくなった香水を探しに綿菓子の森に来ました。ごめんね、うちの香水がなくなったせいよ。ハッピーフラワーのソフィアは香水の送り先を間違えて困っていました。こんなこと初めて。一緒に問題を解決しよう。綿菓子の森の香水後編。どうやって送り先を間違えないようにするの？みんなで仕事を分担するの。仕事を分担？そう、一人一人役割を決めて作業すればすぐに済むわ。よし、助けてくれてありがとう。終わったら綿菓子の森を案内してくれる？ええ、もちろん。誰にどの香水を送るか分かるように香水瓶にラベルを貼らなきゃ。注文リストを取ってくる。私はみんなの香水を嗅ぎ分ける。私は瓶にラベルを貼るね。あっという間に終わるね。イエーイ。レディー、ドリーミー、準備はいい？最初はアンジーが注文したキラキラオレンジの香水よ。紫のラベンダー、ピンクのクム、キラキラオレンジ。これでよし、次は何？とっても順調、この調子で頑張ろう。次、ティナにはシノ香水を送る。任せて、私の出番。よし、急いで。これがティナの香水。これティナの？ラベルを貼ろうっと。バッチリだわ。もうすぐ綿菓子の森を探検できそう。役割分担してよかった。ドッティは甘いイチゴの香水ね。あう、待って、違う。これはエラのかな？違う、エラは南国のデイジーだったかも。うん、それで間違いないわ。このデイジーの香水を注文したのは多分エラ。エラ？やっぱり違う、ドッティだ。ドッティ？エラ？キラキラデイジーはエラね。めまいがする。あー、全部同じ匂いだよ。レディ、ナービー、ファンシー、デイジー。エラはバナナのアイスクリームが大好きだって知ってた？それをナナには内緒にしてるの。今ナナって言った？ナナ、ラーラ、もうこれはナナの。これで最後。イエーイ。嘘でしょ、こんなにたくさん配達するの？そうよ、みんなで完璧に準備したんだ。うん、バッチリ完璧に準備したね。じゃあ私は配達してくる。うん、後ろから押してあげようか。やった。じゃあ綿菓子の森を案内してくれる？またラベルを貼り間違えたのよ。みんな違う香水を受け取ったって言ってる。私もうクタクタだよ。本当にごめんなさい、お急ぎでやったから間違えちゃったんだわ。そう、綿菓子の森を探検したかったから。素敵な場所だし、あなたたちも素敵だから。さっきはうっかりしてたけど、もう間違えないわ。私たちを許して。もちろんよ、友達でしょ。間違えないわ。さあやろう。たくさん注文が来てるから気をつけなくっちゃね。これで最後。配達は任せて。もう休んでちょうだい。ルールーとリムがビーチに連れて行くから。アンジーにお荷物です。うん、エラにお荷物です。ここだよ。これはコニーに。これはやった。時間通りに全部届けた。今度はうまくいったわ。そう、ありがとうベイビーたち。またすごい注文が来たらどうすればいいかわかるでしょ。電話して。はーい。私たちは最高のチームだよ。やっと私の香水の香りを嗅げるわ。あれ、香水はどこ？あ、ルールこら、待って。
でのんびりしよう。ふんふんふん。あ、あれね、クッキーはどっちだ。よくわかったね。私のワンちゃんはお利口ね。ワンちゃんねんねよねんねしーな。今日は注射の日、飲みを退治しようね。スポット、ダメ、スポット痛くないよ。クッキーあげるから。やだ、これを見て、こんなところに枝が刺さってる。これじゃお花が咲かないわ。そしたらいい香水も作れない。じゃあこうすれば。何の音？あら、ワンちゃんがいるわ。タンコブができてる。手当てしてあげるね。この子買おう。名前をつけなきゃ。でも、あ、何がいいかな。キウイ、ピティ、ミミ、あ、そうだ、タンコブよ。スポット、どこなの？大丈夫よドッティ、きっと戻ってくるわ。どうかしたの？ドッティを助けなきゃ。待って、それスポットのクッキーなの？クッキーのかけらが綿菓子の森へ続いてるよ。そんな、かわいそうに、きっと怖がってるわ。タンコブといると楽しいわ。ミラ、もう来ちゃったよ。ローズよ、新しい香水を持ってきたのかも。さあ、行こう。はぁ、トゥッティウルティワンは暑いね。はぁ、あなたたちもあれが飲みたいんじゃない？クライスムージー。でもスポットを探さなきゃ。私一人で探すしかないわ。スポット、スポット、一体どこに隠れてるの？タンコブっていうのね。ぴったりの香水がある。あ、これよ。太陽みたいだから金の花の香水。そうそう、そのお花よ。あなたってお花好きで可愛くて、そのお花も使った。びっくりだわ。使ったお花がわかるのね。あなたは香水作りの助手になれるわ。いい子ね、タンコブ。あなたの花はすごいわ。一緒にたくさん香水を作ろう。あ、スポット、急いで、あの二人を呼んできて。スポットを見つけた。スポット、スポット。見て、すごく可愛い。本当に可愛いわね、タンコブ。あのベイビーは誰？それにスポットに何をしたの？なんでタンコブって呼んでるのよ。ねえ、あなたたち勘違いしてるんじゃない？私はドッティ、その子は私のペットのスポットよ。おいでスポット、私と一緒に早くお家に帰ろう。私はミラよ。この子はスポットじゃなくてタンコブ。怪我してたのを森で見つけて、今は私たちが飼ってるの。何を言ってるの？この子はスポットよ。でも様子が変だわ。絶対どこか具合が悪いのよ。おいでスポット、お熱があるんでしょ？この子は家から逃げたの。注射されるのが嫌だから。ここではすごくご機嫌よ。一日中お花の香りを嗅いでる。スポットは鼻がいいの。それにとってもいい友達で、私の親友。この子が大好きなのね。ええ、スポットも私が好きだよ。こんなのスポットらしくない。タンコブ。え、なんでそう呼ぶの？頭にタンコブがあったから。そっか、頭をぶつけた時に記憶をなくしたんだわ。だったら一緒にやってたことをやれば、あなたを思い出すんじゃない？タンコブ、ドッティと遊んで。優しいよ。これよ、ほらスポット、クッキーはどっちだ。あれ、どうして？ねえ、緊張してるの？ワンちゃん、ねんねーよー、ねんねしーなー。お願いスポット、私を思い出して。大好きだよスポット。あなたがいなくて寂しかったよ。どうしたの？そうか、約束のクッキー大好きだもんね。スポットを可愛がってくれてありがとう。特にあなた、ミラ、これからも時々綿菓子の森に来るから、スポットと遊んでね。さよならタンコブ、元気でね。フラワーズマジックティアーズ。ダッティ、友達に香水をどうぞ。うわ、すごく嬉しい。バッグに入れなくちゃ。うう、物が多すぎて瓶が入らない。いらない、これもいらない。これを待って、スポット。見てダッティ、スポットだよ。友達と魔法。
持ってきたの。綺麗に洗ったからフラワーズの香りをしっかり閉じ込められる。ええ、待って、ほんと面白い。そう、もっと面白いこともできるよ。本当に最高。フラワーズマジックティアーズ。うわぁ、急いで早く香りを閉じ込めて。いちごの綿菓子の香りよ。これを使って特別な香水を作るわ。ねえ、みんなのために特別なお店を開かない？準備を任せて。私はお花の看板を作る。私はみんなを笑わせる。とってもいい香り。あら、ローズ、何をしてるの？特別な香水を作ってるの。特別な香水？まあね、私手伝う。私たちも。うん、いいの。お店の準備を手伝って。香水を作れるのは私だけだから。どこまでやったっけ。そうだ、トゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥ。メロンの香りは少しでいいわ。デイジーも香らせて。とってもいい香り。それと、そうだ、イチゴの綿菓子も入れよう。すごく特別な香水ができた。能力を高めるんだもん。みんなびっくりするわね。うわぁ、見て、すっごく素敵。ミラは本当に器用だね。サフィアは整理が上手。おーい、エヴァはすっごく面白い。完成したよ。これが新しい香水。香りが素晴らしいだけじゃなく、能力を高めるのよ。でも大丈夫、もっと作る。気をつけて、ローズ。わあ、すごく綺麗なお店だね。あら、みんな、ローズが能力を高める特別な香水を作ったんだよ。でもなくなったから今作ってるな。すごいやん、それ絶対に欲しい。おかしいわ、ミラが失敗するなんて。私散らかすの大好き。あ、ソフィアはどうしちゃったんだろう。もう帰った方が良さそう。そんなのダメ、帰らないで。エヴァすごく面白いの。エヴァどうしたのよ。みんな力を貸して。私失敗しちゃったの。あの香水には能力を奪う効果があった。私はもう香水作りの名人じゃない。うん、謎が解けた。だからエヴァもミラもソフィアもああなったのね。じゃあ、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 どうやってみんなを元に戻す？それはわからない。私たちが手伝う。いいってば。私は香水の専門家よ。何か思いつくはず。ねえ、ローズ。わかったわよ。科学的に考えよう。でも簡単なことじゃない。この香水は情熱の花よ。あれはボツだね。これはメロンの花よ。これは大丈夫。王女様の代わりだよ。え？そう、つまりカエルの王女様。ねえ、聞いて。香りを混ぜるだけじゃ、一人一人の個性を引き立てる香りはできない。でも、もうどうすればいいかわからない。ダメよ、あなたみたいな才能はないし、香水作りの名人じゃないけど、私たちは絶対に友達を見捨てない。ローズ、能力を高めるために何を入れたの？ラベンダーとブドウとバラの香り。何かが足りない。でも何だろう。あ、そうだ、イチゴの綿菓子の香りだわ。見て、私香水の天才に戻ったわ。ミラとエヴァとソフィアの分も早く作ろう。もうめちゃくちゃね。どうすればいいの？どうしようもないよ。安心して、これで問題は解決。あれ、何があったの？散らかってる。すぐに修理するからね。面白い。聞いて、これはあなたたちの香水よ。あなたたちは最高の友達だわ。ありがとう、ローズ。ねえ、見て見て。
気をつけて、濡れちゃう。湖が凍ってる。トゥッティフルッティワンが全部凍ってる。やっぱりトゥッティフルッティワンは凍っちゃったね。わあ、見て、お家が凍ってる。すごい。食べられる？モリ、痛い。湖が凍っちゃった。フルーツも暗いスムージーもだよ、全部凍ってる。すっごく寒いよ。ファンタジーズが魔法をかけて寒くしたんだと思う。こんにちは。すごいね、全部凍ってる。それにすごく寒い。うー、でもお家は素敵だよ。凍ってるトゥッティフルッティーバーもいいね。そうだね、でも寒すぎるよ。心配しないで、スカーレットに温かいパジャマ注文しといたよ。ねえ、あなた誰？私のことはいいな。心配しなきゃいけないのはあれ。はあ？この子誰？それに何のこと？あれって。滝もフレーバー工場も両方凍っちゃってる。寒いから鬼ごっこする？トゥッティフルッティワンが凍っちゃった。凍った？凍ったってなんで？ここもすっごく寒いけど。わっ、またあなた、一体誰なの？私はシャナ、この子はペットのシャイよ。シャナは何でも知ってる。ティナと違って魔法の弾も使わないんだよ。はいはい。この寒さじゃみんな困ってるだろうから、暖かい服をスカーレットに注文しておいたよ。やったー。ケイラ大変。こんなにたくさんの注文がいっぺんに入るなんて初めて。まだまだ注文が来るよ。きっとすごく寒いんだね。あったかいミルクちょうだい。今夜はすごく忙しくなるよ。みんなに暖かい服を作ってあげなきゃ。ねえねえ、ちょっと聞いて。とっても大事な話があるの。この寒さどこから来てると思う？ファンタジーの大木から漏れてるの。そんなの嘘よ。冷凍庫から出てくるのよ。嘘じゃないよ。あの木に穴が開いた時のこと忘れた？でもステラと特別なおしゃぶりのおかげで二度と穴が開かないようにしたはずだけど。シャナは正しい。ティナも寒さが漏れてる穴を見たって。すごく大きい穴。でもどうして寒さが出てくるの？わかんないんだけど。シャナ、シャナ、あれじゃ動かない。工場に行って修理しなきゃ。でもこんなに寒いと動けないよ。ただいま。早かったでしょ。は？またあなた？一体誰なの？ごめんね、ちょっと急いでたから。私はシャナ、これ新しいパジャマよ。よろしくシャナ、ちょうだいパジャマだ。うわ、新しいパジャマだよ。もう寒くない。ありがとうシャナ。やった、動いた。さあみんなで暗いジュースを作ろう。ブドウ、パイナップル、スイカとイチゴ、美味しい暗いジュースができるよ。でもフルーツが凍ってる。見せて。大丈夫だと思うけど。これじゃあ暗いジュースは作れない。大変。もう暗いジュースが作れなかったら私たち工場を閉めなきゃ。やだ、暗いジュース作りたい。これが手にくっついてるのもやだよ。ほら、これでどう？うん、フルーツ味のミルク、アイスクリームみたいだね。トゥッティフルッティアイスクリームだ。世界一美味しいアイスクリームを作ろうよ。ありがとうシャナ。シャナ、今度はどこへ行ったの？寒さはこの大きな木の穴から出てる。私たちのふるさと。じゃあみんなで行こう。王子様と王女様に会いに出発。ねえ、寒くなくなるまで待たない？私たち恐竜ベイビーズはもう慣れちゃった。シャナ、ただいま。はい、プレゼント持ってきた。これはコニーに、こっちはドリーミー、そしてこれはクリスタルのね。ふん、新しい服、すごくあったかい。よく似合うよ。ありがとうシャナ。シャナ、で、向こうにもベイビーがいるの？すごく遠い？ワールドはいくつあるの？質問が多すぎ。向こうに行けば答えがわかるよ。続く。Cry babies, cry babies, man.
tears. So my badge and my 魔法の冒険の世界 Cry babies. Icy World. 前回のお話。すっごく寒い。フルティフルティワンが全部凍っちゃった。寒さはこの大きな木の穴から出てる。私たちの故郷。じゃあみんなで行こう。出発。別世界への穴。おいでよ。ここすごいよ。でもそこも寒いでしょ。お先に。うわあ、面白い。すごくドキドキする。じゃーん。ほらみんな、早くおいで。わあ、素敵なパジャマね、ティナ。うん、でもここじゃ何にも見えないわ。心配しなくていいよ、ついてきて。真っ暗だね。それにすっごく寒い。まだなの？恐竜スープの匂いだ。恐竜ベイビーズが作るの。ほら、着いたよ。わー、ここから寒さが漏れてきてるの？大変だ。私たちで何とかしなきゃ。わー、どうして今までふるさとのことを教えてくれなかったの？なんて素敵なところなの。全部凍ってる。そう、何もかも凍ってるね。いとこのフィービーはどこ？ティナー！フィービー、久しぶり。もう心配いらないよ。ステラ、おかえり。それにディーナも。ただいま。心配なことがあるの。氷の世界の寒さが私たちの世界に漏れてきてる。私たちも心配してたの。ほら見て、何もかも溶けちゃってる。大丈夫、一緒に解決しましょう。私はコニー、こっちはドリーミー、シャナ、クリスタル。こちらこそよろしく。来て、私の友達を紹介するね。完成、新作だよ。よくできてる。そう思わないニス。ねえサオル、お客様だよ。お客様、よろしく。サオルを許して。お客さんが来ることないから。恥ずかしがり屋なの。さあ、他のみんなに紹介する。ティロ、お客様だよ。お客様？ティナ、ステラ、久しぶり。みんな友達なの？私はコニー、こっちはクリスタル、シャナ、ドリーミー。みんな恐竜スープはいかが？あったまるよ。まあ最近ここはそんなに寒くないけど。いい匂い。匂いもいいし、味はもっといいんだよ。おいしい。おかわりしてもいい？誰かお客様って言った？こんにちは、ようこそ。わあ、魔法が使えるんだ。ああ、今のは歓迎の印。心配ないよ、みんな。さっきは隠れてごめん。父を着てきたの。みんなを歓迎して、とっておきのダンスを踊ろうと思って。おいでよ。スケートリンクは前より凍ってないけど、それでもすごい楽しいよ。この方がずっといい。おう、あ、わー、とっても綺麗。スケート大好き。おー、こんなこと初めて。氷が溶けてるからだね。大きな穴から寒さが漏れちゃってるの。だから来たんだ。ここでは氷が溶けてるけど、私たちの世界ではみんな凍ってる。心配しないでサウル、助けてもらうから。寒さが漏れるのを止めないと、この世界が溶ける。王子様と王女様に会いに行くの。ここを見張ってるから。二人は何でも知ってるの。王子様と王女様はどこなの？あそこ、お城だよ。わあ。王子様と王女様に早く会いたいな。ああ、お花摘んだのバレちゃうかな。わあ。なんであれに挨拶してるの？さあね、王子様と王女様はどこ？アイシーワールドへようこそ。マーティナ、ティーナ、ステラ、また会えてとても嬉しいわ。あなたたちもね。そして、そう、コニー、私たちは何でも知ってる。おっと。寒さが漏れ出していることを心配してきたのね。土が寒い。静かに。ステラ、アイシーワールドの寒さが漏れて他の世界が凍ってます。そしてこの世界は溶けてしまう。穴から漏れてるんです。このままには捨ておけません。この穴が全ての原因なんです。閉じ方はわからないけど、できる限りやってみます。もうあまり時間がない。穴を塞がなければ。解決策を見つけないと世界のバランスが崩れてしまう。
永遠に。覚悟はいいですか？はい。続く。